ウィル・ロジャースは、アメリカ海軍の原子力潜水艦、ベンジャミン・フランクリン級原子力潜水艦の12番艦、自由のための41隻41フォーフリーダム、最後の艦でもある。艦名は、ウィル・ロジャースにちなむ。ウィル・ロジャースの建造は1963年7月29日に、コネチカット州グロトンの、ジェネラルダイナミックス、エレクトリックボート社に発注され、 1965年3月20日に寄港した。1966年7月21日にミュリエル・バック・ハンフリーによって浸水し、1967年4月1日にブルーハンカン長、R.Y. カウフマン大佐及びゴールドハンカン長、W.J. カウヒル中佐の指揮下収益した。成長後ウィル・ロジャースは1967年7月31日に、 ケープカナベラル沖の大西洋ミサイル試験場でポラリスミサイルの発射試験に成功した。同年10月に最初の戦略抑止紹介を開始する。ウィル・ロジャースは1974年までコネチカット州グロトンを母校として活動し、その後スペインのロタを母校とする。この時に艦長はジョンディ・バトラー少将が着任した。同時期にウィル・ロジャースは ポセイドンミサイル運用のための回収が行われ、原子炉も S3G 型に変更された。ロタを母校として4年にわたって紹介を行い、1978年までに35回の紹介を完了した。ウィル・ロジャースは1992年11月2日に不活性化が行われ、1993年4月12日に退役、同日除籍された。 その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦載利用プログラムに従って解体され、作業は1994年8月12日に完了した。ありがとうございます。